スタート。今日はラオバンの付き添いで新築まで行ってきました。コーヒーを買いながらラオバンが来るのを待ちます。日本では運転席の後ろが上座とされるのに対し、国際的なマナーは運転席の斜め後ろが上座になります。ちなみに今日はご飯会があるので少し派手な格好をしています。空が綺麗だったので撮ってみました。基本的にいつもはラオバン一人で行動していますが、今回は分け合って私も同行しています。オフィスを移転するので、その進捗状況を確認しに来ました。1月下旬には終わる予定ですが、どうなんでしょうかね。お昼ご飯は変わらずがっつり弁当です。これで110件です。新築のオフィスに戻ってきました。ラオバンが書類にサインとかしている間待機してます。台北のオフィスに戻る予定でしたが、渋滞に巻き込まれたので少し早いですが、今日はもう終業です。夜は予定があるのでじいちゃん家ユンです。この前うっかり洗濯してしまい破壊してしまったので新しいやつです。黄色は空港と台北をつなぐ線です。台北 MRT に乗り換えます。芝山で下車します。今日のお店はここです。このお店は台北市内に数カ所あります。メニューはこんな感じです。何かとちょっとおしゃれに盛り付けてみた台湾の路面店の料理です。グルメ系のチャンネルではないので写真だけで紹介します。日本はカップルのイベントになってますが、台湾のクリスマスは大人数でプレゼント交換をしてワイワイするのも多いです。中は何だろうと思って開けてみたら、まさかの入れ物がプレゼントでした。そんな感じで楽しくクリスマスを過ごしました。本日もご視聴ありがとうございました。素敵なクリスマスをお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。